本当の道は一本の綱の上を通っているのだが、綱が張られているのは高いところではなく地面すれすれである。それは歩かせるためというよりむしろつまずかせるためのもののように見える。私は困り果てていた。本当なら今すぐにでも出発しなければならなかった。16キロも離れた村で重病患者が私を待っているのだ。やりなさい。このけだものめ、無知を食らいたいのか。この男はどこの者とも知らぬ見ず知らずの他人なのだ。だが誰もが断る中、進んで私を助けてくれた唯一の人間なのだ。さあ塗りな。だが御者は私だ。お前は道を知らないからね。もちろん
俺は一緒になんか行かねえ。俺はローザといるよ。お前は私と一緒に行くのだ。もし行かないというのなら切羽詰まってはいるが、この旅は諦めよう。馬の代わりに娘を差し出す気なんぞさらさらないんでな。さあ行け。死なせて。そうさ、こんな時になると神々は救いの手を差し伸べられる。足りない馬をよこされ、急ぎのようだからともう一頭。おまけに余計な孫まで授けてくださる。やはりそうだ。少年は健康だ。母親の与えたコーヒーの飲みすぎで少々血行が悪くなっているだけだ。本当は人思いにベッドから叩き出すのが一番だ。とはいえ私にはこの世を改善する気なんかない。だから患者はこのまま寝かせておく。私は地区の雇われ医者に過ぎず、自分の責務は十分こなしている。給料ときたらひどいもんだが、気前はいいし貧しい者の味方だ。少年の言う通り、私だって死にたいくらいだ。こんな果てしなく続く冬に一体どうしろというのだ。仏
歌小屋にいたのがたまたま馬だったからよかったようなもの、のつまりがこうなのさ。しかし彼らはそんなこと知る由もない。また知ったとしても信じやしないだろう。処方を書くのは簡単だが、人々と気持ちを通わせるのは難しい。とにかくこれで診察はおしまい。私はまたもや無駄足を運ばされたってわけだ。でももうこんなことには慣れっこだ。この村の連中は夜の緊急ベルをのべつ鳴らし、寄ってたかって私を苛むつもりなんだろう。私はあれこれと一時しのぎの言い訳を考える。さもないと役立たずのこの家族に向かって殴りかかっていきかねない。まったくこの連中は私に何を期待しているんだ。ことによると本当に少年は病気かもしれない。ああ、今度は両方の馬がいらないている。きっと上からの命令か何かで私が診察しやすいようにしているのだろう。そうだ、少年は確かに病気だ。哀れな少年よ、お前はもう助からない。私はお前のひどい傷を見つけた。その脇に咲いた花のためにお前は死んでゆくのだ。僕を助けてくれるの？さあどうぞ、お気に召すまま私にどうしろというのだ。私は下働きの娘を強奪されたしがない田舎医者なんだ。あんたのことなんて全然信頼しちゃいないんだ。だってあんたはどこかで振り落とされただけ。ちゃんと自分の足でやってきたわけじゃないからね。助けてくれるどころか僕の死のとこを窮屈にしに来ただけじゃないか。まったく目ん玉をくり抜いてやりたいよ。まったくもって面目ない。ともあれ私は医者だ。どうしようかわかるかい？これでなかなか難しいんだ。そんな言い訳で僕に満足しろって言うのかい？
ああそうさ、いつだって満足しなきゃならないのさ。素敵な傷を持って僕はこの世に生まれてきた。こいつが僕の唯一の宝物ってわけだ。若い友よ、お前の欠点はな、視野が狭いってことだ。これでも私はあちこちでありとあらゆる患者を見てきた。その私が断言するのだ、お前の傷はそうひどいものじゃない。斧で二度ざくりと切り込まれたのだろう。森の中で脇をさらしちまうやつは結構多い。斧の音など聞いちゃいないし、もちろん斧が近づいてきたことなんてとんと気づかずにな。本当にそうなの？それとも熱に浮かされた僕をごまかそうっていうの？本当さ、この雇われ医者の誓いを携えてあの世の道を行くがよい。今度は自分の救出を考える番だ。子供たちの新しい、でも間違った歌。お医者さんは一緒にベッドで寝てくれた。こんな帰宅は初めてだ。騙された。一度でも真夜中の出任せの呼び出しに応じてみろ。もう取り返しのつかないことになるのだ。